ピョートルベリーキー、ピョートル大帝は、ロシア帝国が、バルト艦隊向けに建造した全土急戦艦である。艦名は、ロシア帝国の初代皇帝ピョートル一世を称えたもの。ロシア帝国海軍では、モニター艦、装甲艦、艦隊装甲艦、練習船などに分類された。ロシア最初の公用型装甲艦として有名。設計計画は、 A. ポポフ海軍少将によって作成された。1871年に浸水したイギリス海軍の砲塔装甲艦デバステーションによく似た艦姿を持っていたが、その武装は異なっていた。すなわち、世界で3隻しか建造されなかった陰剣型砲塔を搭載した艦の一つで、護送砲を砲塔内に連装で装備していた。手法は、 当時ロシアで最新鋭の 305mm、艦砲であった1867年式12インチ砲が採用された。砲塔艦の一種であったが、艦元が低く、高揚性は高いものではなかった。しかし、それでも、同世代の砲塔艦と比べて優位に立てるものであり、船体も大型で火力、防御力ともに当時としては強力なものであった。防御装甲は、 連鉄製で、シュタデル、装甲方座、砲塔部分で最大の356ミ、mm、リメートル圧を持っていた。1869年5月20日に、サンクトペテルブルクのガレー島造船所に適合した。当初の艦名はクレイセルであったが、これはスウェーデンから捕獲した軍艦に由来する、伝統的なロシアフリゲートの艦名であった。類別もモニター艦であった。 1872年5月30日、ピョートル一世の生誕200周年を記念し、官名をピョートルベリーキーと改めた。同年8月15日に浸水し、クロンシュタットに栄光されて、完成作業が続けられた。1873年12月22日付で、新たに設置された、総甲艦という類別に改められた。1877年に竣工し、 バルト艦隊へ配備された。1880年から1881年にかけて最初のオーバーホールを受けた。動力機関が満足のいくものではなかったため、この時にグラス号のランドルフエルダー社にて機関の乾燥工事も受けた。1892年2月1日からは艦隊総甲艦に類別を変更された。 1895年には再び改修工事を受け、新しい速射砲の45口径 152mm 炭素砲を6門増設されるなど、装備が近代化された。1890年代初頭の時点で、艦はすっかり旧式化していたが、20世紀に入っても、退役せずに、砲術訓練のために使用されることになった。そのため、 1903年から1908年まで、艦は、オーバーホールと大規模な近代化改装を受け、全く別の艦に生まれ変わった。この時、特徴であった陰見型砲塔は撤去され、新しい50口径 203mm 砲が装備された。新しい手砲は棒立てを用いた通常形式の、露砲で、当時の最新艦に採用されつつあった。 新式の長方針法であった。これを少し前の装甲巡洋艦と同じような方式で、艦首と艦尾の原則に、それぞれ1問ずつ合わせて4問搭載した。砲塔は経済性を優先したため採用されなかった。船体各部には装甲板が増設された。1903年9月21日付で、 バルト艦隊練習家法文献隊に編入され、1906年3月11日付で、類別も練習戦に改められた。工事は、日露戦争の影響を受け、大幅に遅延した。ピョートルベリーキーの改装よりも、新しい艦隊総交換、スボーロフ港やスラバの建造が優先されたためである。第一次世界大戦に参加し、 砲術種の訓練のために使用された。1917年に発生した2月革命後は、臨時政府の所有となった。この年からは、潜水母艦として使用され、バルト艦隊の潜水艦隊を支援した。10月革命後は、赤色海軍に編入された。1918年2月25日から26日に、変えて、レーベリから、ヘリシンクフォールスへ移動した。 その後、AM シチャースヌイ海軍大佐の指揮下に置かれた。ブレストリトフスク条約が締結されると、ドイツ帝国による接収を防ぐためのバルト艦隊の氷用巡航が実施され、1918年4月11日から14日にかけて、フィンランド湾を逃れて、クロンシュタットへ移動した。同年10月から、クロンシュタットにて、長期保管に入れられた。 1921年4月21日付で、バルト海軍に所属した。同年5月21日には武装解除され、クロニシュタット軍港の水雷封鎖艦となった。1923年12月4日付で、艦名も第1号軽流配管と改められた。ソ連が成立すると、ソ連海軍の所属となった。 1924年9月23日に発生した、クロミシュタットの洪水の際に、押し寄せた沖からの波のために、沿岸の浅瀬に乗り上げた。1927年10月5日には、潜水作業特務隊のバルト海隊によって、離床させられた。その後、すぐに修復工事を受けて現役に復帰した。1932年1月1日付で、 艦名を第4号渓流配管に改められた。1935年1月11日には赤旗勲章受章バルト艦隊に所属した。冬戦争と大祖国戦争に参加し、機雷不設任務に使用された。二度の世界大戦を生き延び、1946年2月15日からはクロンシュタット海軍要塞に所属した。 1949年5月16日には、艦名を BSH-3 に改められた。1955年12月24日からは、レニングラード海軍基地に所属した。1959年4月18日付で、ソ連海軍を退役し、資金支産局へ引き渡され、解体、売却された。ありがとうございます。